ソニックに、なりたい。ソニックと同じ体、同じ能力を持ち、ソニックを倒す使命を与えられた存在、メタルソニック。彼はドクターエッグマンが生み出した戦闘ロボットで、これまで幾度となく、ソニックと激しい戦いを繰り広げてきました。しかし、いつしかメタルソニックの心には、ソニックに対する嫉妬、劣等感が渦巻くようになります。そしてついには、自分が本物のソニックになることを望むようになるのです。今回は、ソニックシリーズに欠かせない超魅力的なキャラクター、メタルソニックについて解説していきます。ロボットでありながら、誰よりも人間らしい。そんなメタルソニックの魅力を存分に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみよう。メタルソニックはその名の通り、ソニックを元に作られたロボットです。青い体や頭のトゲ、赤い靴など、ソニックとよく似た見た目をしているのが特徴ですね。一方で目が赤かったり指先が尖っているなど、非常に悪者っぽいデザインでもあります。実際このメタルソニックは悪役で、作中で何度もソニックたちの前に立ちはだかりました。ちなみにメタルソニックの生みの親は、ドクターエッグマンです。メタルソニックのデザイン本当に秀逸だよな。一目見ただけで、ソニックに似せて作られた悪者のロボット、なのがすぐわかる。メタルソニックのデザインめちゃくちゃいいですよね。あとお腹も特徴的だよな。なんかビームとか出そう。この部分は、メタルソニックのスピードを支える、大事なエンジンです。メタルソニックには、ソニックと同等のスピードを出せる、という設定があるのですが、高速移動をするときはこのエンジンを使って、飛ぶように移動するんですね。またオーバードライブという機能を使うと、一時的にソニックを上回る速度を出すこともできます。ソニックといえば、音速で走れる史上最速のハリネズミ。一瞬とはいえ、そんなソニックを上回るスピードを出せるというのはとんでもない性能です。ちなみにエンジンの排気量は、250cc だそう。まさかの2班。ていうかなんだこの設定は、細かすぎる。これは、メタルソニックのデビュー作、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD の説明書です。実はこのメタルソニック、サイズや重量だけでなくフレームの素材や CPU、エンジンの仕様まで細かく設定されているんですね。ちゃんと身長じゃなくて前行になってる。イメージは車のスペック表ですかね。ただこういった設定がゲーム中で語られたことはないので、完全に当時のスタッフのこだわりです。スタッフの愛がすごい。ちなみに最近のプロフィールでは身長表記になっているんですが、身長はソニックと同じく100センチだそうです。ですがロボットなので体重は重く、その重さはソニックの約4倍。大体お相撲さんと同じくらいです。音速のお相撲さんが突っ込んでくると思うと、あまりに恐ろしいですね。ソニック逃げて。そんなメタルソニックですが、初登場は意外に早く、1993年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ CD でデビューしています。ちなみにこのソニック CD でエミーもデビューしているので、二人は同期ということになります。これは意外な組み合わせ。メタルソニックの初登場シーンは、今作の第2ステージ、コリジョンカオスの冒頭。ここでメタルソニックは、ソニックを追いかけてきたエミーを誘拐してしまいます。同期の出会い最悪だな。その後メタルソニックは、ゲームの終盤でソニックとレースバトルを繰り広げます。これはシリーズ中でも屈指の名勝負で、後の作品でリメイクされたりもしていますね。またそれと同時に、めちゃくちゃ難易度が高いバトルでもあります。このメタルソニック戦では、メタルソニックよりも先にゴールできればクリアです。ですがコースはぐねぐね曲がっている上に、トゲの罠も満載なので、ただ走るだけでも一苦労。もちろんメタルソニックも攻撃を仕掛けてくるので、それらにも対処しなければなりません。さらにコースの後ろからはエッグマンが追いかけてきており、このエッグマンが放つレーザーに当たると即死になります。ただ走るだけでも難しいのに、その中でメタルソニックとエッグマンにも対処する。下手したらラスボスより難しい戦闘だぜ。初見でクリアできた人いるんですかね。ちなみにこのメタルソニックは、エッグマンが自分の最高傑作と豪語するほど、高性能なロボットです。そのためこの難易度は、彼の性能が遺憾なく発揮された結果だとも言えますね。ちなみにエッグマンは、メタルソニックのことをすごく気に入っているみたいです。例えば、メタルソニックが任務に失敗した時も許してあげたり、ソニックのアメコミでは、いろいろあって記憶をなくしたエッグマンが、メタルソニックを見て記憶を取り戻すシーンが描かれています。またメタルソニックが暴走して言うことを聞かなくなった時でさえ、彼を廃棄することはせず、ちゃんと修理したそうです。基本的にエッグマンは、自分の言うことを聞かないメカは簡単に切り捨てるので、このメタルソニックに対する待遇は異例中の異例であると言えるでしょう。いつもは自分のメカに容赦ないのに、本当に気に入ってるんだな。またメタルソニックは、ゲームの隠しキャラになることも多いですね。例えばソニック R というレースゲームでは、ある条件を満たすとメタルソニックとの一騎打ちが始まり、この一騎打ちに勝利すると、メタルソニックが使えるようになりました。この時のメタルソニックの性能は、最高速はソニックより速いけど、その分小回りが全然効かないという仕様になってたぜ。一時的ならソニックを上回るスピードを出せる、という設定がうまく反映されていましたね。他にもソニックアドベンチャーデラックスというゲームでは、エンブレムという収集アイテムをすべて集めるとメタルソニックが解放されたり、ソニックカラーズアルティメットでは、レッドスターリングというアイテムを集めることで、メタルソニックと競争できるようになります。本編に絡むことは多くないけど、登場頻度は割と高いキャラクターだぜ。
そんなメタルソニックは、当然ソニックの最高のライバル。ソニックのライバルといえば、他にもシャドウやナックルズなど色々なキャラクターがいますが、実はこういったキャラクターたちとメタルソニックとの間には、大きな違いがあります。例えばシャドウやナックルズは、最初はソニックのライバルとして登場したものの、その後はなんやかんやでソニックの味方になることが多いです。ナッコに至っては、もう完全にソニックの仲間って感じだよな。一方でメタルソニックは、1993年にデビューしてから今日まで、一貫してソニックのライバル。今でもソニックに敵対し、対抗心を燃やし続けています。またメタルソニックは、ソニックとレース対決をすることが多いキャラクターでもあります。これはつまり、ソニックにスピードで勝とうとしている、ということ。ソニック公式サイトで公開されてる短編小説でも、ソニックにスピードで勝つことにこだわっている様子が描かれているぜ。このように、今でもソニックを敵対視している点や、常にスピード勝負を挑む点などから、メタルソニックこそソニック最大のライバルだという意見もよく聞かれますね。ちなみにメタルソニックは、ソニックのレギュラーキャラでありながら、ラスボスになったことがあるキャラクターでもあります。特に印象的だったのは、2003年発売のソニックヒーローズ。この作品でメタルソニックは、自分自身を改造してネオメタルソニックにパワーアップし、ソニックたちの前に立ちはだかりました。この時のメタルソニックは、ソニックたちの戦闘データを大量にインプットして、めちゃくちゃ強くなってたぜ。最終的にはソニックたちに敗れてしまいますが、それでも、総勢12人のヒーローが立ち向かってようやく勝てたほどの強敵でした。見た目もドラゴンみたいになって、立派にラスボスやってたよな。この他にも、例えばソニックシリーズ外伝作のカオキクスや、ソニックフリーライダーズというレースゲームでも、メタルソニックはラスボスを務めています。実はソニックのレギュラーキャラで、エッグマン以外でラスボスになったことがあるのは、このメタルソニックだけなんです。ラスボスになっても違和感ないくらいの強さとカリスマ性を備えた、ソニックシリーズを代表する悪役。それがメタルソニックだぜ。ここからは、メタルソニックの人生を解説していきます。今回は、メタルソニックが特に活躍した3つの作品、ソニック・ザ・ヘッジホップ CD、ソニック・ザ・ヘッジホップ4、ソニック・ヒーローズの内容を中心に話していくぜ。またところどころに私の勝手な解釈も含まれますので、その点もご了承ください。メタルソニックが作られたのは、後にリトル・プラネット事件と呼ばれる、ソニックとエッグマンの激闘の最中でのこと。1年の間で1ヶ月だけ、ソニックたちの星に近づいてくる小さな星、リトル・プラネット。その星は奇跡の星とも呼ばれ、時間を自由に支配できる不思議な石、タイムストーンが眠っていました。しかしこのタイムストーンに、悪の天才科学者、ドクター・エッグマンが目をつけます。タイムストーンが眠る星、リトル・プラネットこそ、我が要塞にふさわしい。エッグマンはリトル・プラネットを地上に固定し、そこに巨大な要塞を作り始めました。そして、すべてのタイムストーンを手に入れて時間を操れるようになったエッグマンは、世界征服に向けて行動を開始したのです。そんな時、何も知らないソニックが、リトル・プラネットを見に来ます。ソニックがリトルプラネットにたどり着くと、そこには鎖で地面に固定され、無残な姿となったリトルプラネットがありました。エッグマンの役目。ソニックはエッグマンを倒すべく、鎖を伝ってリトルプラネットに向かいます。そんなソニックを、不敵な笑みで待ち構えるエッグマン。今度こそ、わしの科学力でひねり潰してくれる。この時エッグマンは、ソニックに対抗するために、一体の強力なロボットを作り上げていました。そう、そのロボットこそが、メタルソニックです。ソニックと同じ青い体、そして同じ能力を持ち、一時的にソニック以上のスピードも出せる。さらにエッグマンによって、ソニックへの強い敵意を埋め込まれたロボットです。メタルソニックはエッグマンの指示で、ソニックを追いかけてきたエミーを誘拐。エミーをおとりにして、ソニックをおびき寄せます。そして、リトルプラネットに作られた大都会、スターダストスピードウェイで、ソニックと初対決。メタルソニックは持てる力を全て発揮し、ソニックを苦しめます。しかし最後は、ソニックのスピードに一歩及ばず敗北。メタルソニックのデビュー戦は、苦い敗戦となってしまいました。その後のメタルソニックの様子は、2012年にダウンロード限定で発売された、ソニック・ザ・ヘッジホップ4、エピソードメタルで語られます。スターダストスピードウェイでの敗戦の後、長い間機能を停止していたメタルソニック。そんなメタルソニックの元にエッグマンのメカが現れ、メタルソニックを再起動させます。そして地球に戻るよう命令されたメタルソニックは、壊れた体を引きずりながら地球へ帰還。なんとかエッグマンの元にたどり着き、そのまま用意されていた装置に入ります。すると、故障した体がみるみる修復され、さらにはパワーやスピードもアップ。メタルソニックは、新生メタルソニックとして蘇ったのです。これなら、あのソニックにも勝てる。メタルソニックは流行る気持ちを抑えられず、ソニックを探しに駆け出します。そしてグリーンヒルを駆け回っていた最中、ついにソニックを発見。見つけた。メタルソニックは、すぐさまソニックを追いかけました。そしてついに、雪に覆われた遊園地、ホワイトパークで、ソニックと二度目の対決。パワーアップした機体を存分に活かし、スピンアタックや電撃攻撃で、ソニックを追い詰めるメタルソニック。ところが今回も、あと一歩というところで、ソニックに敗北してしまいます。そして迎えた、三度目の対決。
エップマンの宇宙基地、デスエップの中で、メタルソニックは再びソニックにレースバトルを仕掛けます。もう負けるわけにはいかない。いや、負けたくない。ソニックに勝ちたい。メタルソニックは持てる全ての力を持ってソニックに挑みますが、結果はまたしても敗北。しかもその様子は、くしくも初対戦の時と同じでした。どうして勝てないんだ。もともとメタルソニックは、感情を持たない従順なロボットでした。しかしエップマンに色々と改造される過程で、彼の頭脳である AI チップが進化。この頃のメタルソニックには、徐々に自我が芽生え始めていたのです。このままでは、あいつに勝てない。ソニックからの勝利を絶望するあまり、メタルソニックは暴走し始めていました。それからしばらく経ったある日、ソニックの元にエップマンからの挑戦状が届きます。3日後に世界征服を開始するが、この足を止められるかな。ソニックはエップマンを止めるべく、再び冒険へと旅立ちます。時を同じくして、ベクターザクロコダイル率いるカオティクス探偵事務所に、一本の依頼が舞い込んできます。依頼者は名前も名乗らず、声も加工されていて誰だかわかりません。挙句の果てには、依頼内容まで濁される始末。普通なら絶対に受けない依頼ですが、報酬は望みのままという言葉に踊らされ、ベクターたちはこの依頼を引き受けます。他にもシャドウやエミーなど、全部で12人のヒーローが、それぞれの目的を持って冒険に出かけました。そして彼らは旅の道中で、何度かエップマンの襲撃に遭います。その度にエップマンを打ち倒すソニックたちですが、倒したエップマンはどれも偽物。今回は何かがおかしい。エップマンの様子に違和感を覚える者もいましたが、とりあえず旅を続けるヒーローたち。その後、ベクターたちに仕事を頼んだ謎の依頼人から、ついに本当の依頼内容が明かされます。自分は今、とある施設に閉じ込められている。自分をここから助け出してくれ。ベクターたちが依頼人の元にたどり着くと、そこにはなんと、本物のドクターエップマンの姿がありました。本物のエップマンがずっと囚われの身だったとすると、これまで戦ってきたエップマンは一体。その時、ソニックたちの前に、真の黒幕が姿を現します。エップマンを幽閉し、彼に成り代わって今回の事件を引き起こした人物。それはなんと、メタルソニックだったのです。前回の敗北の後自我に目覚めたメタルソニックは、このままではソニックに勝てないと思い、自らを改造。ネオメタルソニックへと変貌を遂げていました。その後メタルソニックは、エップマンを幽閉して彼のロボット軍団を奪取。そしてエップマンに化けてソニックたちと戦うことで、ソニックたちの戦闘データを取得していたのです。ソニックをはじめいろいろな人物のデータを取り込んだ今、メタルソニックは最強と呼ぶにふさわしい強さを手に入れていました。そしてメタルソニックは、ドラゴンのような姿、メタルマッドネスに変身。ソニックたちに襲いかかってきます。そんなメタルソニックに対し、ソニックたちは、その場に集まった12人全員の力を合わせて立ち向かいます。まずはベクターたちチームカオティクス、エミーたちチームローズ、シャドウたちチームダークがメタルソニックに立ち向かい、メタルソニックの体力を削る。そしてその間に、ソニックたちがカオスエメラルドの力でスーパー化し、メタルソニックとの最終決戦に挑みます。久しぶりだなソニック、我が忌まわしき分身よ。貴様など、今の俺にとっては塵にも等しい存在だ。俺はもう、何者をも恐れない。もはや完全に暴走状態のメタルソニックは、ソニックを倒すという目的すら失いかけており、自分が万物の王であると宣言します。今のメタルソニックは、非常に危険な状態。このまま放っておけば、世界を支配するどころか、滅ぼしかねない勢いです。ソニックたちは3人の力を合わせ、メタルソニックに全力で挑みます。そして、ついに決着の時。なぜだ、俺は全てを手に入れたはず。俺こそが万物の王、俺こそが、本物のソニックだ。ソニックたちの攻撃に期待が耐えきれなくなったメタルソニックは、ゆっくりと地上に落ちていきました。地上に落下したメタルソニックは、元の姿に戻ります。なぜだ、なぜお前に勝てない。ここまでしても、ソニックに勝てなかった。どこまで行っても目の前に立ちはだかる、忌々しいハリネズミ。またいつでも相手になるぜ。ソニックが発したこの言葉を最後に、メタルソニックは意識を手放しました。その後メタルソニックは、エップマンの手によって元の従順なロボットに改造され、再びエップマンの配下に戻りました。しかしそれでも、一度芽生えた自我が消えることはなく、今でもたびたび自分の意志で、ソニックにレースバトルを挑んでいます。ソニックを倒して、自分が本物のソニックになる。その一心で、今日もメタルソニックは、静かに闘志を燃やし続けているのです。メタルソニックの人生は、とにかくソニックという存在に縛られてるんだな。メタルソニックは、普段は何も喋らないキャラクターです。ネオメタルソニックになった時はよく喋っていましたが、それ以外ではほぼ喋ったことはありません。さらに表情が変わることもないので、一見すると何の感情もないように見えるんですが、実はしっかり感情を持ってるんですね。しかもその感情は、本物であるソニックに対する嫉妬や劣等感といった、非常に強い負の感情です。ソニックのキャラはみんなメンタルが成熟してるから、ここまで負の感情を爆発させてるキャラも珍しいよな。とにかくソニックに勝つことに執着している。ここまでの解説を聞いて、皆さんメタルソニックにこのようなイメージを抱いたんじゃないかと思います。
ですが、ここでもう一歩踏み込んでメタルソニックの心理を覗いてみると、メタルソニックのさらなる魅力が見えてきます。メタルソニックはとにかくソニックに勝ちたがっていますが、もう少し正確に言うと、自分がソニックになる、ということを絶望しているキャラクターなんです。例えばさっきのソニックヒーローズのラストで、ソニックたちに敗れたメタルソニックは、俺が本物のソニックだと言い残していました。また1996年に発売されたソニックの OVA でも、メタルソニックは、本物のソニックは一人でいいという言葉を発しています。さらにこの OVA の終盤では、メタルソニックがマグマに落ちかけてしまうんですが、ここでもソニックは一人だけと言い残し、ソニックが差し出した手を弾いて、マグマに沈んでいきました。このようにメタルソニックは、ソニックに勝つこと以上に、自分が本物のソニックになるということに執着しています。そしてここから見えてくるのは、メタルソニックの、あまりに低い自己肯定感です。メタルソニックは確かにソニックを真似て作られましたが、それでも彼は、メタルソニックという唯一無二の存在です。ですが、誰よりメタルソニック本人が、自分のことをソニックの模造品としか思えていない。そしてそのことに耐えきれず、ソニックを倒して自分が本物のソニックになり変わろうとしている。これがメタルソニックというキャラクターなんじゃないかと、私は思っています。確かにメタルソニックはソニックになれないけど、逆に言えばソニックだってメタルソニックにはなれない。すでにメタルソニックはこの世でただ一人の存在なのに、ずっとオリジナルになろうともがいてる。なんだかかわいそうだぜ。確かに少し不憫かもしれません。ですが一方で、この点がメタルソニックの大きな魅力だとも思います。さっきも話しましたが、ソニックシリーズのキャラクターの多くは、メンタルが非常に成熟しています。そのため非常にかっこよく魅力的ですが、一方で、現実にここまでメンタルが成熟した人間はそういないでしょう。それに対して、このメタルソニックが抱えている嫉妬や劣等感、自己肯定感の低さは、現実を生きる我々にも通ずるところがあります。むしろこのような負の感情、精神的に弱い面がある方が人間らしいというもの。つまり、ロボットでありながら、ある意味他の誰よりも人間らしい。それがこのメタルソニックの最大の特徴であり、また最大の魅力でもあると思うのです。メタルソニックは今後もたくさん登場すると思うから、今度出てきた時はぜひ彼の心理状態にも目を向けてみてほしいぜ。きっと皆さん、メタルソニックのファンになると思いますよ。以上、ソニックシリーズの名悪役、メタルソニックの解説でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。